泣いてる泣いてる。泣いてますね。生き餌繁殖大作戦。はい、どうも、皆さん、こんにちは。虫もどきでーす。はい、この中にいるのはね、コオロギちゃんですね。コオロギ。私のポテコさんや、あとは、ヤモリのね、餌として使っているヨーロッパイエコオロギなんですけれども、今回はいつもちょっとずつね、飼ってたんですけど、めんどくさくなってきてね、まとめて500匹ぐらいね、買ってきちゃいました。で、このね、大きいプラケースの中で飼育していこうかなと思うのでね、今回はそのセットのね、様子を紹介していこうかなと思います。では、中を見ていきましょう。はい、というわけでね、中はね、こんな感じですね。この、なんて言うんでしたっけ、これ、卵パックみたいなやつ。これはね、なんかデフォルトで、買った時にね、入れてくれてたんで、こうやって中にね、入れてあるんですけど、本当はね、多分もっと大きいやつ買った方がいいんでしょうね。大きいのをなんか、ね、ここに3つぐらい刺して飼ってる人いますけど、でもああいう風に飼うにはちょっとね、数がまだ少ないかなと思うので、もうちょっとね、うまく繁殖とかしてね、増えてきたらね、そういう感じでやっていこうかなと思っています。でね、代わりといってはなんなんですけれども、このコンクリートブロック、コンクリートブロックの模造品っていうのかな？これ、100均に売ってたんでね、買ってきました。中にね、こうやって穴が2つあるのと、ここにくぼみがあるんでね、隠れるのにいいかなと思ってね、中に入れてあります。まあ思った通りね、なんか気に入ってくれてるみたいで、この裏にもたくさんいますし、この中にもね、結構入っていますね。で、それからこれですね。これはポテコさんのね、水飲みとしてね、使ってたんですけれども、ちょっとね、小さくってすぐ水がなくなっちゃうんで、もうちょっとね、大きいのを代わりに買ってきたんですよ。で、余ったこれをね、このコオロギたちのね、餌入れとしてね、使うことにしましたね。さっきまでね、たくさん集まってたんですけど、今、この蓋を開けるときに、ね、思いっきり衝撃を与えてしまったんでね、びっくりして逃げちゃいましたね。で、それから、これ人工芝なんですけれども、これはね、ちょっと前にヤモリの動画で見たと思うんですよ。ヤモリのケースの中にね、入れてたんですけど、ヤモリの方もね、ちょっと別のものを買ってきましたので、それを入れた代わりにね、これ、この余った人工芝をね、この中に突っ込んじゃいました。これもまあ、これは足場として置いてあるんですけれども、これいろいろね、中に入ったりして隠れられるかなと思ってね、入れてみました。で、この足場のかかった先が、このプールみたいなやつ。これがね、水入れですね。発泡スチロールに、スポンジを入れてね、水を入れました。スポンジがこうやって水を吸ってくれるんで、この上に、コオロギたちがね、歩くことができるんですね。でもなんかね、ちょっと反応悪いですね。やっぱティッシュとかの方がいいかもしれないですね。あんまり反応が悪いようなら、ティッシュに変えようかなと思っております。はい、といった感じでね、まあ、一通り紹介しましたけれども、床材はね、特に敷いてないですね。もしかしたらキッチンペーパーとか入れといた方がいいのかな。なんかね、もっと匂いとかが気になるようであれば、キッチンペーパーとか敷いていこうかなと思いますね。簡単に掃除ができるんで、ああいうの敷いておくと。はい、こんな感じですかね。で、こうやってね、まとめて飼育してるんですけれども、なんで急にね、こんないっぱい飼育し始めたかと言いますと、まあ、あわよくば産卵してくれたらな、繁殖してくれたらな、と思っておりまして、ちょっとね、難しいみたいなんですけれども、今回は少しね、挑戦ということでやっていきます。どうだろうな、まあ、産卵場所としては多分ここのスポンジのところがいいのかなと思うんですけど、様子見て産卵して卵がね、帰らないようであれば、またね、別の産卵用になんかね、容器にマットとか入れて、この余ったスペースとかにね、置いて産卵できるような環境を整えてあげた方がいいのかなとも思ってますね。ほら、隠れてますね、コンクリートブロックの隙間に。あ、餌の方にも来てますね。あ、で、餌はね、これ、最初から入ってたやつをね、今、これを使ってるんですけど、多分ね、魚の餌とかの方が食いつきがいいんじゃないかなと思うんですよね。というのも、このコオロギって、
ちょっと肉食性が強いところがあるんで、肉食魚用の人工飼料とかを与えると多分食いつきがいいと思うんですよね。なんでそんな感じで与えていこうかなと私は思っております。はい、というわけでね、今回はこうやって家コオロギの飼育を始めましたよという動画でした。いやー、うまくね繁殖してくれればいいですね。また随時動画としてね紹介していきますので、ぜひチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。虫もどきでした。バイバイ。虫もどきチャンネル。